どうも、井上までございますよ。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いいたしますよ。お願いします。ではこちらです、ドン。祝正式メンバー入り決定、林大地、鈴木財音、瀬古歩夢、町田浩樹、東京オリンピックメンバー22枠に変更になりました。嘘、なんで嘘。知らなかった。っていう話を今日はしていきまーす。18枠じゃないの？あれ何？あのですね、あんだけこう吸ったもんだ、お師匠22、18どうなるんだとかやってたんですが、あのですね、一応まだ正式決定じゃないんですが、出場する全、国の方に、全協会の方にもその通達は行きまして、7月1日21時現在で、この4名に関してはバックアップから、まあ、ある意味昇格みたいな形で正式メンバー入りが決定されました。これは各国にとってもね、日本にとってもいいことですよね。いや、そうなんですよ。だってサッカーのほら、トーナメントってのはこんぐらいいりますよ、だって。そうなんです。なんで逆に言えば18だったのかっていう話ですよね。しかもこっちは交通費かかんないんですよ、こっちは。そうなんですね。ということで、あの、なんでこうなったのかっていうところと、あと、ルールがややつ、あの、変更になったところとかあるので、まあ、日程含めていろいろもう一回見ていきましょうぜという形を今日は。知らなかったな、私、携帯結構見る人なんですけど、妙に知らなかった。これね、2日に出してると思いますけど、1日の夕方からにもうダラダラダラっていきなり変わったって感じだったので、そうですか。まあ、ただ予兆はあったのにいろいろ話していきたいと思います。まずはこちらでございます。はい、ドンと。元々のメンバーはこんな感じでしたねと。まあ、大迫さんから始まって、まあ、ひろき、中山、板倉、吉田、渡、久保、三好、大然、堂安、水戸、谷、旗手、富安、橋岡、相馬、青、上田、矢瀬だったと。はいはいはい。で、期間内フル帯同であるんだけど、うん、林、町田、瀬古、財音っていう形だったんですね、バックアップで。それが今回の、ルール変更に伴ってこうなりました。うん、はい、ドンと。右下の位置がちょっとずれ込んだと思いますけど。なんか嬉しいな。そうなんですよ。嬉しい。これに伴いまして、はいはい、今までなかった、一つのことが発生いたしました。はいはい、オリンピックは18人から22人に増えたのもそうなんですけど、はいはい、バックアップメンバーという概念そのものが消滅しました。ああ、なるほど。はい。はい、これにまたバックアップは呼べないの？っていうのはないみたいです。うん、ああ、そうか。まあでもね、紅白戦できるもんね、こんだけ言ったら、ね。ただということで、ただですね、一応、うんうん、はい、初戦、はい、の24時間前まで、これ実はですね、これ表には全然公表されないものなんですが、この22人以外で、実はもうプラス50人、登録されています、オリンピックメンバーに。はぁ、50人 ?50 人登録されています。はぁ。それが実は本当表にはならないんですけど、予備登録メンバーっていうのがいるんですよ。はい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 。正式に言うと72人いるんですね。日本代表の東京オリンピックメンバーって。そうなの？そうなんですよ。はい。で、これは今回のように関係なく、もともとそんだけ言ったってこと？そうなんです。で、知らなかった。日本で言う、僕は知ってました。これは、南アフリカ戦、初戦行われる南アフリカ戦の24時間前までは、入れ替えが OK と。はい、その、72人は。そう。はい。はい。っていう形になるので、はい、もし強化試合ってのはこれからね、ホンジュラス戦、スペイン戦行われますけど、うん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 、そこでちょっとね、長期離脱とかってことになってしまう選手がいてしまった場合は、その50人の中から誰かが引っ張り上げられるっていう感じになる。あ、誰でもいいわけじゃないんだね、怪我の。もちろん、さすがに。そうなん、そうなんです。となっております。ほう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 はい、うん。で、今回どんなルールが変わったのかと、はいはいはい、あと、なんで急に22人になったのかと、いつからそれが、なんだ、分かったというか、誰がそんなの提唱したのかって話をしていきたいと思います。はい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 、こちらでございます。ドン、はい。まあ、ルール変更主なところは、もう当然ながら18人から22人にするところがもちろんなんですけど、うんうんうん、実はね、まさ、皆さん、はい、先日、6月29日の話なんですが、うんうん、まあ、日本代表も強化試合でも戦うスペイン代表、U24 スペイン代表が、22人発表したんですよ。うん、これが東京オリンピックメンバーですって、うん、バックアップとかじゃなくて。18人なのに。うん、どうしたのこれ。間違えちゃったのかなって思ったら、うん、やっぱ質問した方が、記者の方いらっしゃったんですよ。はいはいはい、なんで22人になってるんですかって。18人ですよ、と。そうそうそう、はあ。そこでスペイン代表監督言っちゃったんですよ。はあ、実は、これは、うちうちなことかもしれないけど、うん、各大陸ごとの協会が、もう、本部の方に、18人でこの状況で戦えるわけねえだろうっていうのを、みんなでガンガン今言ってるんだ。その、コロナのリスクもある中でね、PCR 離脱のリスクがある中でね。そうなんですよ。ユーロとかコパ見ても、ありえねえだろうっていうところから。中何日っていうね。
そうなんですよ。トーナメント入ったら過密ですからね、より。そうなんです。はいはいはい、そうなんです。だからもうあくまでちょっと少なくとも現時代的なものではないっていうことで。なるほど。で、この発表段階ではもうおそらく変わるだろうっていうその優勢に取ったからスペイン代表としては22に発表したっぽいんですよ。なるほど。そんなことがあったみたいで。はあ、はあはあ、で、でもよく考えてみると、日本代表も18人プラス4じゃなくて、この22人で戦い抜きます、その1週間前の発表の中に言ってるんですよね。あ、もしかす、そう。だもしかすると、だからバックアップの概念、もしかしたら変わんなかったらしょうがないけど、変わる可能性があるってのはもう日本、もう森保さんもう1週間以上前から、もう気づいてたんじゃないのかなとは思われます。選手はどうなんだろう、バックアップになるよって言われた時に、いや、これ多分ね、変わんねん、変わんねん、大丈夫やで、これ変わるでって言われてたらね。多分、実際にその、はあはあ、今回ね、4人は正式メンバーになりましたけど、はい、森保さんたちからもすでに連絡行ってるみたいで、はい、だいぶ嬉しがっていたっていう。じゃあ、やっぱり言われてなかったってことなのかな？かもしんないけど、どうなんでしょうね。でも正式決まったってのがでかいですよね。なるほどね。これ何しろよかったし、はい、しかもこういうなんかメディアとかさ、うん、サッカー YouTube とか2回ニュースできたもんね。いや、そうですね。18人っていうのと、22人っていうのと。あさって待ってますよ、FIFA さん。25人3人増えました、ね。大変だよ。オーバーエイジ5人になりましたよ。やべえ。そうですか。で、なるほどね。いや、でもなんかわかるね。22だって本当は少ないような気もしますしね。そうなんですよね。ユーロとか26ですからね。しかもね、このコロナ禍過密でね。はいはい。ですね。うん、で、一応じゃあスタメンとかベンチ入りとかの定義なんですけど、うん、これはいわゆるリーグ戦と一緒で、うん、スタメンは当然11人ですが、うん、ベンチ入り7人でベンチ外が4人発生すると。はあはあはあ、なるほど。必ずしも、11人ベンチってことではなく7人ベンチ、ベンチが4人になってしまう。あ、なるほどね。まあでもリーグ戦でもそれはそういうもんだから、うんうんうん、まあそんなもんですね、うんうんうん、でただもちろんこのベンチが4人ってのは各試合ごとでメンバーを変えることがもちろんできますよと。なるほどね。ちょっと最近余談ですけど、はい、ベンチ外っていう概念がちょっと難しくなってきてね。ベンチ内だけどベンチ外な人いない？最近いるね。一個開けて座ってるからもう椅子足んなくてさ、ね、いや、なんか J リーグとかでもねパイプ椅子の人いるもんね。脇のパイプ椅子全然いますからね。でもあの人らベンチ内だもんね。そうです ね、難しい言葉遊びみたいになってますけど ね、はいはい。そしてあとこちらですね、うんうん、まあ、やっぱりそのコロナ禍っていうところもありまして、はい、試合当日、はい、選手7名、うん、そして、コーチ1名が揃えば試合自体は成立するんですが、夜11人いなくてもいいってこと？うん、これはでもそうそう、リーグ戦とかでも全部そうなんですけど、もし揃えることができなかったら、うん、これはもう 0-3 敗戦っていう形を取られると、うんうんうん、なるほどね。まあこれリーグ戦ユーロコパともまあ同じレギュレーションになったと。変な話、もう本当にもしも万が一の話、うん、7人でもやると思います？実際南米とかだと怒ってるので多分やるとは思うんですが。10人でやったってましたもんね。そうですね。あるとは思うんですが、まあ正直うんって話ですね。なるほどね。はい。ということで最後まあ一応ねここからの東京オリンピック世代の日程について話していきたいと思います。下のところになりますが、まず強化試合。うん。これ、7月2日に動画出てると思うので、うん、まあ、さ、はい。10日後、強化試合1戦目、ホンジュラス戦。はい。もう、そこまで来ております。目の前まで。そんななってるんですね、もうね。楽ですよ。はい。まあ、ちょうどだからこれが7月2日に出てるんで、まあ、週末にまた J リーグありますけど、うん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 、1週間後の J リーグの週末終えた次の月曜日でも強化試合です。なるほどね。うん。はいはいはい。で、2週間後、スペインとそれで戦う。うん、まあ、17日土曜日にスペインと強化試合戦って、うん、はい、翌週の木曜日、22日南アフリカ、25日メキシコ、28日フランスと。うん、なるほど。週間で3試合行われると。おぉ、過密だね、しかしね。ねえ。で、その翌週には、まあ、ベスト8、ベスト4、そして3決決勝が行われますという形です、ね。ああ、パパパッと決まっちゃうんだもんね。本当だよね。そうですね。なんで、我々こうね、サッカーファンとして見たら、うんうん、ACL 終わったって思ったら、次の日ホンジュラス戦みたいな感じなので。ああ、なるほどね。すごいことですよ。すごいことですね。うん。ACL、オリンピック、またリーグ戻ってきたみたいな、そんな感じの。キックオフは先生、お昼ぐらいなんでした？夜です。あ、夜、全部いい時間だ。全部夜です。ああ、はい、そうかな。7時、8時ぐらいの時間で。8時、8時半か。暑くなさすぎのね、時間になるんですね。うん、になります。まだね、観客入る、入んないの話はしてますし。うん、まあね、そう、開催する、しないのことは一回置いといて喋ってますよ、我々は。はい。そうですね、うんうん。ということでございます。なるほど。あと。はい、楽しみでございます。はい。まあ本当、今夜に入ったのも嬉しいですし、あとはね、
一応だから日本は出てるけど、他の、ね、国からまだちゃんと発表されてないっていうのがあるので、うん、また、南アフリカ、メキシコ、フランス、この22人ってメンバーになったらどうなるのかってとこ含めて、またね、動画出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。意外とワンダーボーイは僕、この4人の中から出る気がするよ。ちょっと思うよね。なんか。てか、すでに、ね、瀬古林はワンダーボーイに近いんじゃないですか、ね、キャラクターはワンダーボーイ林だから、まあ、確かにね、そういうことでなくもちろんね、なんかやっぱさ急転直下、うん、なんかもう逆にプレッシャーがないからやってやろうみたいな、そうだね、もうこんなもん拾った命じゃみたいな、いやーやってくれそうですよね、いいな逆に思ってます、楽しみでございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、というわけでございました。明日からもね、いろいろ続報あったら教えてください。いろんなテーマでやっております。お願いします。グッドボタンで応援していただきたいと思います。ぜひチャンネル登録も。はい。せーので、ありがとうございます。ということでございますので。お願いします。ありがとうございました。というわけでまた明日お会いしましょう。井上真央でした。ノーミルク砂糖でした。ありがとうございました。ありがとうございました。